入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。マナビズムの吉田です。マナビズムの矢沢です。こんにちは。こんにちは。今回の質問です。数学に関してですが、計算ミスが減りません。吉田先生にも計算ミスはありますか？また対策法があれば教えてください、といった内容です。もう俺の出る幕じゃなさそうだな。お任せください、はい、まあ本当にね、みんな教科書レベルというかパターン問題なども抑えて問題演習に差し掛かっていく時期に一番多い質問ですね、これが。やっぱそうよな、うん、やっぱ文系数学でも理系の子でも絶対これで悩むことはあるもんな、うん、はい。で、まあ、僕にも計算ミスはありますかといった質問ですが、まずめちゃくちゃあります。めちゃくちゃあるらしいです。あるんです。安心してください。本当それはやっぱ特訓早い人ほど、まあ、比例してますね。特訓早さと計算ミスの多さっていうのは。あ、そうなんや。やっぱり綺麗に比例してますね。へー。僕なんかもバケモン級に早いのでそうね、うん、なのでまあそれ相応の、まあ、結構あの計算ミスは授業中にもちょいちょいしますね、うん、で、まあ、テストに関して、まあ、どういったふうにその計算ミスを減らしていくのかといったことなんですが、うん、基本的に点数取れる子っていうのは見直しの仕方がめっちゃうまいんですよ。なるほど。計算ミスしてもね。そうですね。修正効くってことですね。うん、はい。で、まあ、ちょっと具体的な話になるんですけど、その計算ミスをなくす、うん、見直しの仕方、はい、有効な手段が2つありまして、まあ、これは常日頃授業でも言うているんですが、まず1つ目は、具体例を代入するっていう話です。まあ、数列っていう単元では一般項を求めるなどがあるんですけど、まあ、一番簡単な例ですけど n イコール1を代入してちゃんと初項になるかと、言った問題や奇跡の問題でも、具体的な点を代入してちゃんとその奇跡の、式を満たすかなどといったように具体例を代入して確認するといった点がまず手段として一つ目で、まあ、それありきたりよね。はい、ありきたりよね。そんなん聞きたくないですよ、視聴者さんは。そんなもっともうすげえそれみたいなことを期待しますよ。だから2って言ったんでしょ。あ、はいはい、1個目はそんな当たり前ですよ、ね、そんな持ち上げんのにハードル高いわ。で、はい、2つ目なんですが、はい、これちょっとしてる人本当に少ないですね、はい、2通りから攻めるといった手法です、うん、まあ、簡単な例を言えば、放物線と直線で囲まれた面積、普通に計算する方法、積分のガチ計算をする方法と、まあ、ちょっと勉強進んでる人だったら6分の公式などを聞いたことあるんじゃないでしょうか。まあそういった、ね、全くないですまあそういったちょっとテクニックの面から攻めてみると、まあ普段の回答であればおそらく皆さんそのテクニックの面から攻めると思うんですけど、まあ時間があれば見直しの際にちゃんと王道の方で攻める、うん、っていうところで、まあ武器を大体一つの問題に対して武器は 2,3 個みんな持ってる状態になるんですよ、パターン問題を押さえておけば、はいはいはい、なので手持ちの武器を用いていろんな角度から攻めてちゃんと答えになるかといったその2つですね。この2つをしっかり意識して、日頃から、まあ、日頃の問題演習の場から見直しの練習をしておけばグッと計算ミス減りますし、つまりまあ修正いっぱいできます。その分計算ミスで落としてた点数分伸びますから、はい、って言った点が計算ミスの防ぎ方でした。なるほど。はい、ぜひ参考にしてください。1個ですか？あ、はい、1個ですか？はい。めっちゃびっくりしてるやん。喋るんかい、こいつ。そう、思いました。終わる感じでした。いや、ね、はい、計算ミスとか、うんうんうん、だけじゃなくて、はい、これももちろん文系の子だ、文系の子、理系の子全員一緒やねんけど、はいはいはい、失敗から学ぶっていうことがむちゃくちゃ大事なんよ、うんうんうん、でその数学で計算ミスするって解けてたのに計算ミスして点数取られへんかったってめちゃくちゃもったいないことやん、はいはいはい、で英語も別に英語が読めるようにならんかったとしても点数伸びる方法なんて過去問演習してたらあるわけよ、うん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 、例えば文章を読みながらそのなんか要あるのがさ、授業を聞いたら分かるのにでも自分でできひんかったって、それ能力あるのに自分で体験できひんかっただけやんか、うんうんうん、でそれで結局じゃあ何が悪かってん、じゃあ英単語覚えてなかったから英単語覚えようっていうのはちゃうやん、うん、そうですね、できてたのにできひんかった、じゃあその対応策として単語覚えようは全然論理がおかしいやん、おかしいですね。なんでこれできひんかったんっていうところをまずそのこれPDCA サイクルって言うけど、P がプランね、はい、PDCA、はい、PDC、PDCA、はい、プラン、はい、P で、はい、
PDD が Do、はい、で、C が Check の C、はい、で、A が Act、はいはいはい、アクションの A、PDCA サイクルって言うんやけど、プランがまずこれどういう風にやったらできるようになるやろうなっていう、まあ、計画を立てるってことね、うんうん、プラン。でそれでやってみる、ほんで、それでやってみた時に絶対そのさ1回目立てた計画通りその予定通りに行くわけなんです、うん、だからそこからチェックして修正せなあかん、チェックしてアクションにまた変えなあかんんだけど、うん、そのチェック機能がめっちゃ受験生弱い。で今吉田先生がね浩輝が言ったみたいに、まあ、2個 の、 その計算ミスを減らす方法があるっていうことやけど、うん、そういうのってもちろん先生から聞いて、あなるほどな、じゃあその2個でやろうかっていうことももちろんそうやねんけど、自分でもあこれこここういう風にやったらもっとできるようになるんじゃないかなっていう風に思考することが大事なんで、それを計算ミスやったら何回も計算ミスしてまうな、でじゃあどうしたらいいん、とりあえず計算問題いっぱいやったらいいんじゃなくて、考え方をもうちょっと変えてほしい、いろいろこれやってみたあかんかった、これやってみたあかんかった、これやってみたあかんかった、これやってみた、おっしゃいったってやっとクリアできるもんやからね、うんうん、だからあの計算ミス の、 あのお話でしたけど、そのPDCA サイクルっていうのをちゃんと意識して自分で修正が効くようになれば、その受験トークでその質問投稿してくれるのは嬉しいねんけど、もっと早く自己解決できるはずだ、うん、あということで、以上です。はい、はい、それではこの動画はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。動画見てくれてありがとう。質問は説明欄にある LINE アットに登録してそこから投稿するようにお願いします。取材、講演、執筆依頼はホームページのお問い合わせフォームからお願いします。チャンネル登録よろしくね。よろしくお願いします。